吉田駅は新潟県燕市吉田津町にある東日本旅客鉄道の駅、遠主吉田地区の中心駅で越後線と八彦線が接続する拠点駅でもある。駅周辺は吉田地区の中心市街地となっている。越後線を所属線とし、八彦線を加えた2路線が乗り入れている。ホームの様子直営駅で終日社員が配置されているが、当駅は 自駅単駅管理である。なお、当駅周辺の沿線各駅は、沿三条駅が、地区駅として管理している。単式ホーム一面一線と島式ホーム二面四線、計三面五線を持つ、地上駅。線路西側に設けられた駅舎は、鉄筋コンクリート層2階建て、各ホームは、古線橋で連絡されている。駅舎内には、緑の窓口、 自動券売機のほか、待合室、自動販売機、トイレなどがあり、2階の一室は、学習塾がテナントとして入居している。駅舎の反対側にあたる東口へは、ホームから直接連絡する手段はなく、駅舎北側にある古線橋で連絡している。自動改札機が3通路設置され、全通路で、スイカ等の IC カードが利用できる。 2016年3月31日まではキオス区があったが閉鎖となった。校内の側線では越後線とや飛行線で使用する車両の夜間対白が行われる。なお校内には1984年まで新潟運転所吉田市区が設けられていた。5番線については長らくホーム番号が振られておらず、留置線扱いだったが2005年12月改正より、 正式に5番ホームとなり、従来からの留置線機能に加え、客扱い列車が発着するようになった。ホームの有効長は1.2番線が9両まで、3番線が6両まで、4番線が4両まで、5番線が3両までの対応となっている。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は1490人で、ある利用客数1、 近年の推移は以下の通りである。吉田朝日町ロータリー古区からの吉田市街、地駅周辺は、燕市吉田地区の中心街となっている。東口側には出入り口はなく、東口側へ向かうには、駅正面口を出て、踏切や古墙橋を渡らなければならない。吉田駅のバス停。左が、スワロー号、右が、ヤヒコ号。 西口側には、つばめ市のコミュニティバスのバス停が設置されている。なお、いずれも、平日のみの運行である。下記は2016年1月開成時点での、情報であり、詳細は、循環バスを参照。遠市循環バス、スワロー号ヤヒコ、園公域循環バス、ヤヒコ号東日本旅客鉄道越後線、南吉田駅、吉田駅北吉田駅ヤヒコ線や萩駅。 吉田駅に出馬名駅、ありがとうございます。